次に山本太郎君。の質疑を行います<上>山本太郎君令和新選組代表、山本太郎です。資料の1、能登半島地震後、総理は、私が先頭に立ち、被災者の再建支援に全力で取り組むとご発言、総理、この言葉に嘘はないということでよろしいですよね、あるかないかでお答えください岸田文雄内閣総理大臣。えもちろんん嘘はありません 山本太郎君総理、これまで起こった災害でも、できることはすべてやるという思いで取り組んできた、イエスかノーかでお答えください岸田総理大臣。今まで起こってきた災害、えー、とあの過去、大きな災害がたくさんありました。その時私自身は いろいろな立場におりましたが、その立場の中で最大限努力をしたと考えております委員長山本太郎君。資料の2、岸田政権下での主な自然災害は11件、激甚災害指定は9件。 被災したのは千葉、福島、鹿児島、山形、新潟、熊本、宮崎、鹿児島、静岡、愛知、石川、富山、京都、兵庫、鳥取、茨城、千葉、再び石川、富山に加えて新潟、福井。資料の3、昨年夏、秋田県で豪雨災害が発生、県内14の河川が氾濫、床上、床下浸水の被害が大規模発生。資料の4、家が水浸し、土砂だらけ、これを放置するとカビが湧く、まずは家財道具を取り出す。 泥をかき出し、床板を剥がし、床下の泥をかき出し、乾燥させて消毒。やっと床板を貼れるという時には、業者が空いていません。同じような修理を望む人も多く、順番が回ってこない。経済的に厳しく、修理自体をあきらめ諦める人々もいる。災害から半年以上経っても、真冬に1階が吹き去らし、2階で生活を強いられる。これが今、夏に被災された住民の中で起こっていることです。 資料の5、発災から半年、被災者の声。トイレと風呂場の修理には着手できていない。布団も暖房器具も足りない。家の修復はいつ終わるんだろうか、疲れてしまった。資料の6、昨年10月、秋田市内で2000世帯で暖房器具が足りていないと NPO の調査で発覚。続いて秋田市も調査。11月から民間と 暖房器具を返却期限なしで対応を開始。これは一定の予算と人員がある中核都市だから、中核市だからできることなんですね。資料の7。秋田市から30キロ離れた五条目町はどうか。住宅被害を受けた世帯は全世帯の約17.5%。人手が足りず、被災者への個別の全戸訪問調査はやれていない。そこに国から応援、支援はない。自治体に丸投げ。町の対応は 暖房器具の支援は被災者から相談があった場合行うと困ってますそう声を上げられる人は多くないんですよなぜ秋田などで発災後半年以上経過しても暖房さえなく凍える被災者が大勢いるか住宅が全開避難所から仮設住宅に入居する人自宅の1階部分が被災2階に避難したまま生活する人 どちらであったとしても災害でダメになった家電家具を買い揃える必要があるが買えない。国からの十分な支援がないからです。資料の8、災害救助法には生活必需品のための費用支給がある。その対象は洋服、下着、炊飯器、ガスコンロ等の家電、布団、食器類など。総務省小売物価統計調査で確認すると、これらの品目を揃えるには16万7400円かかる。でも国からの支給は 秋田のような夏の災害で住宅が前回の場合、一人世帯で一万九千二百円。半壊だったら六千三百円。これで何ができますしかもこの制度の立て付けは被災直後が前提。あんたが被災したのは夏、今は冬だから関係ないよねって話になる。政府はおそらく被災者再建支援法で生活再建の基礎支援金を条件が合えば最大100万円出すからやりくりしろって言うんでしょう。 家の修繕費用の足りない部分を穴埋めする。廃車の手続きにかかる費用。高齢者の医療器具、被災者の治療費、引っ越し経費などなど、かかる費用を考えたらお金全く足りないんです。資料の9、昨年7月16日、これ秋田の後ですよ、災害があった後。総理は政府全体として災害対策に万全を期すとご発言。しかし、未だ生活再建できていません。資料の10、総理、 苦しむ被災者のために万全を期す。これに嘘がないならば、政令で対応できる二つに、すぐに決断していただきたい。明後日の閣議で閣議決定をしていただきたいんです。まず一、災害救助法の生活必需品の支給、早急に50万円に引き上げ、手当てしてください。すぐ予備費で対応していただきたい。 に生活再建できていない被災者への支援継続。知事からの要請待たずに国がプッシュ型で期間延長を行い、ここ数年に起こった災害で生活再建が終わっていない被災者に支援できるよう、政令改正していただきたいんです。あさって行いますよ。やっていただきたい。総理、やりますかやりませんか岸田総理大臣。あの、昨年7月、東北地方を襲った大雨で 大北市中心に大きな被害が生じました。これに対して、被災当初から自衛隊の派遣、テックフォースの派遣給、給水支援を含む災害応急対応、災害廃棄物支援、これ取り組んでまいりました。激甚災害の指定等を行い、支援を行ってきたところですが、 あこの住宅修理が進んでいないという指摘、これは謙虚に受け止めなければならないと思います。えー、被災自治体からのこの要望等も確認しながら、国として何ができるか考えたいと思います山本太郎君全然答えてないじゃないですか、全力でやるって言いながらやってない、被災地から手を離して、災害が起こったとき口だけで言う、でもその後は伴走しないってことの例を挙げたんですよ。 それに対し二日後にあなたができることを求めているやるんですかやらないんですかお願いします答えてください時間が来ておりますので答えてください岸田総理大臣政令でできるんですよそれをお願いしてるんですえー現状を確認して国として何ができるかあ考えますまとめます山本太郎君たった二時間半の質疑でどうやって被災地救うんですか国会やってるふりやるのやめた方がいいですよ災害特別委員会どうし開かないんですか どうして総理入りで開かせないんですか過去7回、総理大臣入りで災害特別委員会も開かれてますよ。委員長にお願いがあります。予算委員会を週1回開催し、そこに能登半島に特化した委員会にして、総理の毎回出席を求めることを委員会でお諮りください。ご国理事会で協議をいたします。時間が来ておりますので、以上で山本太郎君の質疑は終了いたしました。はい